レジットを見ていただければ分かると思うんですけれども、あの割とその奈良県のソニー村ともかなり多くの協力を得て、作ってるんですけれども、このソニー村のソニー高原で大学の卒業制作を一回作ったことがあって、で、まあ、その時に随分、よくしていただいたのと、その時また映画作れるといいねみたいなのをそのソニー村の協力、地域保守協力隊の人と話をしていって、で、まあ、あのちょっと時間がかかってしまったんですけれども、そこから、まあ、ソニー村を舞台にシナリオをっていうので、大学時代の同期にシナリオ部員を起こしてもらって、で私がちょっととりあえずように過失修正をして私が監督をして、で、あの今日来ていただいている田口さんですとか、あとはあの声だけの視点なんですが、私の妹の方に協力いただいて、作った形になります。ゴールデンウィークの、多分2019年のゴールデンウィークの時に撮影したんですけれども、なんか固まってるから撮影が大変だったと思うんだけど、寒かったですね、ゴールデンウィークやの、ゴールデンウィークのにみんなジャンパーとかダウンを着て、標高はだいたい800から900メートルですよ、ロケ地の。なんで、基本的にはみんなジャンパーを着て、ただ季節が本番が始まったらみんなで脱いでみたいな感じでした。っていうのと、あとは関東組は私の車で、関東から、奈良まで夜通し走って、で、入ってその日からも撮影に入ると。で、挙句私が車運転してたんで、途中で私さすがに寝不足がたたって、多分1時間弱ぐらい休憩というか、私が寝る、そう寝るみたいな、寝て私が寝る時間みたいなのがあったんですよね、っていうこともありました。で、これ本当に途中でできてたおじいさん役の方はソニー村の記事屋という、実際に宿に営んでる方の代表の方で、なんかこれからもしかしたらソニー村が町長になるかもしれないみたいな、うん、ビールとフルーツサンドやっけ、そうそう、あれも、実際にソニー村の特産のものをできるだけ出していくというスタンスだったので、サンドイッチはあれはあそこの使ったキャンプ場、お借りしたキャンプ場の、オーナーさんが手作りで作っているものですね。作物としてはソニーではないです、実はあれは。宿泊もこれ3泊かな、ソニー村でして、毎回こう違うところに泊まるみたいなのをやりました。よいしょ。出てなかったんですけど、キャラクターの設定のなんかいただいた資料に、出身地が神戸で、この協力隊、何でしたっけ、地域おこし協力隊、地域おこし協力隊っていうので、奈良に来て結婚したっていうことが書いてあったんです。なので、私ちょっと京都出身なんですけど、微妙にこう言葉が違うんです、神戸と京都では。その点でちょっと神戸弁って言っていいのかわからないですけど、っていうのを少し動画とか見て勉強したりして、多分今お話ししてるのと使ってた言葉とちょっと違うと思うんです、関西弁として。そういうところでは撮影の前に事前に勉強したりとかはしました。衣装なんですけど、黄色いのストール巻いてたんですけど、私黄色いストールは持って行ってなかったんですけど、当日漆のお店出てたと思うんですけど、あそこで漆染めっていうのをされてまして、で、あそこにあったストールをそのまま、この黄色いのすごいって言ったら、これも奈良のものやからっていうので、なんかそういうのを一つ巻いておこうかなと思って、衣装とかではそういうところで、はい、こだわりました。トマトを監督しましたしじみです。撮影兼出演をしてくれた篠原さんです。この作品はですね、ちょうど3ヶ月前に映像にも出てきたくっつき村っていう上映で、こちらに長谷川千佐監督の作品で舞台挨拶させていただいた時に、作品を募集されているっていう風に聞いて、じゃあそのために撮ろうと思ってそれで募集ん締め切りの3日前にシナリオ考えて急いで撮って急いで作った作品なんですけど、ちょうど最近YouTube を始めまして、それまでずっと役者だったんですけど、初めて映像を作ってみようって言って、スマホで撮って、スマホで編集して作ったので、本当に拙い映像で皆さんお見苦しかったと思うんですけど、ね、走馬灯を経験したことがあるらしくて、なのでスローモーションだけですよ、スローモーションです、
そのことがこうしたのか選んでいただいて本当に感謝しております。皆さんありがとうございました。それで今日気になったらよかったら YouTube の方もぜひ今回と違ってほぼ下ネタのショートドラマを撮っておりますのでそういうの興味ありますのでぜひ覗いてみてください。撮影と、バーヤ役をやらせていただきました篠原。普段は監督とかをやってるんですけど普段役者とかを、やらないでいたんですけども、たまに自分の作品で人が足りないときしょうがなく出るとかあったんですけど今回しじみさん の映画でもう真面目に演技をするっていうのをバーやちょっとしか映ってなかったと思うんですけどYouTube の方でもバリバリ主演してるんですけどいっぱい本当に、勉強になりました。なんか楽しかったし本当に感謝でいっぱいって感じです。こちらこそありがとうございます。シノピーも自分の3チャンネルっていうのがあるんで、全然違うテイストなのでよかったら皆さん見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。空回りの記憶って作品を選択しました。石川舞です。多分他の皆さんの作品とは黄色が違う作品だったのでちょっと驚かれた方もいたかもしれないんですけど、あの作品は、私が、フィルムカメラで、写真を撮影した際にそのフィルムがこうちゃんと回っていなくてそれを現像に出したらこう何も映ってないフィルムの、フィルムがネガですね、フィルムのネガが返ってきて、それなんかその写真を撮った時の記憶はあるのにその記録がない状態がなんか不思議な感覚があって、それをちょっと、その経験をもとに作った作品です。で、その映像は、何も映ってなかったフィルムを、スキャンしたらそのホコリがなんか出てきてつぶつぶしたのはホコリなんですけどなんかそれをこうつなげたらこうアニメーションになってそれがすごい面白くて、でその映像をこうモニターに映してこう再撮影という方法でもう一回その映像何も映ってないホコリのちょっとつぶつぶしたのをこう写真動画にしてでそれをちょっと素材として使ったりみたいなことをしたりしてます。あとはその実際に本当に撮りに行った時 のロケ地みたいな場所にもう一回その行ってそこの風景の動画とかを使ったり しながらこう組み合わせながら合成をしました。で最後の方はどんどんドットになっていって なんか私たちが見てるものって何なんだろうなみたいなこととかをこう思いながらちょっと作った作品になります。ありがとうございました。電話の相手を監督しました高上優太と申します。ありがとうございます。この作品はもともとホラー映画を専門で作ってるそのラミアプロジェクトっていう制作会社がありまして、そこの制作会社が、年に1回その若手の映画作家、大体9人10人くらい集めて短編のホラー音楽映画を作るっていうプロジェクトがありまして、でその中の、1話として今回、電話の相手っていう作品でちょっと僕参加させていただきました。でその作品の内容について話すと、今回その、スマホをテーマにしている作品 で僕は今回こういう制作会社の方と一緒にホラー映画を作るっていうのは初めてで、普段は自主制作で本当にこう細々と短編ホラーを撮ってたんですけど、僕は短編ホラー作る時に結構身近なものを題材にして作ることが多くて、それこそ本当スマホとかあとそういうパソコン題材にしたりとかネットを題材にしたりとかっていうのを作ってる中で、ちょっと何かいい企画はないかなって考えてた時に、たまたまその考えてた時に、自分のスマホを落として割ってしまって、でそのあそう割れてたあの
スマホを見た時に、なんか割れたスマホを何か一つモチーフとして何かこう怖い作品を作れないかなって考えた時に、まあ、そのスマホを遺品として、まあ、母親と息子のつながりみたいなものをテーマにホラー映画を撮ったら面白いんじゃないかっていうところから、まあ、企画しまして、でそこからまあああいう、まあ、10分ちょっとの作品になりました。で、まあ、その作品の撮り方とかで工夫したところでいうと、まあ、今回、まあ、その息子と母親の霊まあ、描写の中で、なるべくその幽霊の姿を見せずに何か怖い表現ができないかなって考えた中で、まあ、実際にその母親の霊の全体がしっかり映るのは本当後半の方に集約されてて、なるべくこう何もいない空間が怖かったりとか、なんかそういうところでなんか怖さを引き出せたらいいなっていうところでそこを工夫しました、まあ、今回そのホラーオムニバスが百鬼夜話裏っていうオムニバスホラーになってまして、一応まあちょっと主に東京の方なんですけど、まあ、東京の高円寺のシャッターバックハウスっていうところとか、あとユーロライブとかで、まあ、本当に1日限定の上映を今後、予定しまして10月頃になるんですけれども、まあ、それと、まあ、今年の年末くらいには一応ネットで配信予定ですので、もし皆さんご興味があれば 僕以外の残りの9人の監督たちの、短編ホラーが、まあ、一気にできるってお得な作品なので、もしホラー好きの方はぜひご覧いただければと思います。ありがとうございました。ご視聴とってもありがとうございます。そう、僕も管理人さんと一緒に終わりの素敵なことをどんどん広める地層だからね、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。そう。